ダンブラの黄金寺院とは、1991年に、ユネスコの世界遺産に登録された、石窟寺院である。コロンボの1 4 8キロメートル東方、キャンディの7 2トル北方のダンブラに位置する。スリランカにおいて、最も保存状態が良い石窟寺院として知られている。黄金寺院の周辺には、確認されているだけで80以上の洞窟がある。 黄金寺院において、重要な寺院は5つであり、そのそれぞれに、製造や絵画がある。これらの製造や絵画は、釈迦と、その生涯に関連したものである。153の釈迦像、3つのスリランカ王の像、4つのヒンドゥー教の神像が祀られている。壁画の面積は2100平方メートルに達し、絵画には、 釈迦が最初に説教を行ったマーラへの説教も含まれている。ダンブルラの黄金寺院の歴史は紀元前3世紀にまで遡る。その当時からダンブルラの黄金寺院は最大規模でかつ最も重要な創院として機能していた。創院を寺院へとして転換したのは紀元前1世紀の大あったガーマにーアバヤである。彼はタミル人の手によって アヌラーダプラから追放されたが、ダンブッラで保護され、15年後には、再び、アヌラーダプラに帰還した。その感謝の念をもって、僧院は寺院へと発展を遂げた。その後も、ダンブッラの寺院には、多くの増築が施された。その結果として、ダンブッラの黄金寺院は、スリランカを代表する、仏教寺院へと発展を遂げることとなった。 ホロンナルアの王党で最後の王である、日産カマラ、在位1187年から1196年は、寺院を金箔で飾り、また、1190年には、70対の仏像を寺院に収めている。18世紀には、キャンディ王国の手によって、石窟寺院の修復作業が行われた。ダンブルラのネハンフツ石窟寺院の中核は、5つの、石窟によって構成されている。 高さ150メートルの岩山の中原に建設された、石窟は、アヌラーダプラ時代、ポロンナルは時代に大部分が建設された。長期間に及ぶ建築によって、スリランカにおける仏教建築で、最も印象的なものとなった。第一窟は、デバラジャレナとも呼ばれる、西欧の石窟である。第一窟には高さ14メートルの釈迦の石像が、安置されている。 壁画は何度も修復作業が施され、最新の修復作業は20世紀に行われている。釈迦像の足元には、釈迦のお気に入りの弟子である、アナンダ像、釈迦像の頭部のそばには、シュヌ像が施されている。石窟の内部、第二窟は、別名、マハラジャの石窟とも呼ばれ、黄金寺院の規模では、最大規模の石窟であり、ヒンドゥの神であるサーマン。 ビシュヌの心臓の他に、16体の釈迦の立像と、40の釈迦の座像が安置されている。これらの製造には、巡礼者が、しばしば装飾を施してきたが、最終的には、紀元前1世紀の王アッタガーマニーアバヤと12世紀の王である、日産カマンラが施した装飾が残っている。第二靴内には、泉が湧いており、この泉の水には、 病気を治す効力があると信じられている。また、第二靴には、面積2100平方メートルに及ぶ、天井画が施されており、釈迦によるマーラへの説法やスリランカの歴史に、関係のある内容が描かれている。第三靴は、深創院とも呼ばれる、石窟寺院であり、キャンディ王国時代に描かれた、天井画と壁画が残る。 50の仏像と一体の王の像が安置されている。第四窟、第五窟は、上記の3つの石窟寺院と比較した場合、規模も小さくまた、質もそれほど高くない。ビシュヌ像が第一窟と第二窟の間に安置されており、多くの崇拝を受けている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 ありがとうございます。